観客の皆さんにお知らせします。会場内の防球フェンスの方なんですけども、かなり脆いものとなってますので、寄りかかりますと柄が折れてしまいますのでご注意ください。防球フェンスの方に体重かけますと折れてしまいますので、寄りかからないようお願いいたします。第2ワット第3試合主将の小林弘明選手、ルーツ。第4試合主将の川島雄介選手、子宮頸部。第3マット第3試合出場、佐藤明彦選手。第3マット第3試合出場、佐藤明彦選手、地球軽量ブースまでお越しください。Good, how are you?